小さいって言うと私のは濃い、濃いんですか。八もいいんですけど、木もね、はい、こうやっぱ見ちゃいます、はいはい、木はどっちの本当は木を鉢作りたいと思っている人だと髪の方がないですか。ねこんにちは。こんにちは。今日は大野さんと一緒に鉢作家さんのところに遊びに来ております。紹介していただいてもいいですか。はい、こちらは止水鉢で有名な原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大河くんもいます。大河くんは作るとこが見たくて来ました。はい、ちょっとまず知らない方のためにも簡単に自己紹介していただいて。そうですね、私はもう盆栽始めるのが、28ぐらいからですから、はい、そろそろなんだかんだで47、8年、はいはい、もう盆栽やってます。鉢もですね、それも40年ぐらいはもう鉢も作ってますね。お、まあ、本格的にちょっと作ってるってのは、まあ、このとこ何十年かですけども、はい、もう経歴はかなり長いです。私もどっちかというと私は盆栽の方が好きなんで。あ、そうですか。はい、あの盆栽の方が有名かなとは思うんですけどね。あ、気楽会の、はい、の会長さんでも、はい、いや今は会長やってないんですけど。あ、今違う、はい、立ち上げたのは私です。なるほど、はい、でその鉢の鉢と木の特徴がやっぱ大野さんのところでもよく見るような、豆サイズ。そうですね、ってことですね。どちらかというと私が、はい、あのミニですね。じゃあ早速ちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。はい、これはちょっと最近の作ですね。はい、最近ちょっとこんないたずらしてみてるんです。いたずらして、はい、あの同じ作り方だけど粘土の色と、この、これは白ですから、はっきり出るんですね、こっちはね。なるほど。昔もやってたんですけど、今度はやってなくって、でもまた始めてみたんです。ちょっと面白いかなと思って。とにかくちっちゃいですね。はい。あ、これはまだ中ぐらいですね。あ、中ぐらい。小さいって言うと、私のは濃い、濃いんですか。これで生きているのがすごいですね。はい、これ、メギですよ、メギ。メギ。ね、ミニサイズ。超ミニサイズ。これ身ができて、大野さんから見て不調というかいいところ。いいところはね、まず薄い。植えるときに暑いとじゃなくても小さいじゃないですか、鉢が、はい、で中が暑いと土が入んないんですよね、はい、根と土が。だからまず薄い。それからちゃんと高温で焼いてあるので割れません。なるほど。あの冬場にね、あの簡単に作った鉢ってうちなんかだと凍るのでポロポロ剥げちゃうことがある。それは ないですね。それからね、きっちりしてます。あのテビネリーはテビネリーの良さあるんですけど、きっちり作るっていうのはやっぱ独特。これなんかすごいですよね。綺麗でしょ。で私の鉢は一つとして同じのがないっていうのは。そうだよね、全部手作りですからね。握った粘土の大きさで鉢が決まっちゃうから、はい、全部違うんです。で同じこのとこちょっと作ってるんですけど、作ったんですけど、こういう鉢なんですけど、これ同じように見えるけど絶対どっか違うんですよ。そうです ね、どっか違うんです。微妙にね、この角度が違ったり、全部一つ一つ手作りだから。あとで作ってるところ見ると分かりますけど、はい、全部手作りなんで同じものが一つない。だから確かに、だから私はプロじゃないんですよね。プロじゃない、はい、プロっていうのはね、同じものをいくつも作れないとダメなんです。なるほど。とかあと人に頼まれたのを正確に作る、はいはい、それがプロなんですよね、どっちかっていうと。なるほど。そういう点では私はそういうところは決意してまして、自分の好きなものしか作ってないんで。なるほど。なかなかプロとは言えないかもしれないですね。こいですね、ファンがね、たくさんいるっていうふうに聞いております。だからいろんな形作るんですよ、こういう薄いものとか、うん、でさっきのこの鉢なんかは私しか作ってないと思います、この形、うん、そうですね、あまり見たこと、ね、見たことない。あの盆栽世界の中山さんが太鼓堂長保っていう名前をつけてくれたんですよ。この太鼓をスパッと割ったような形でしょ、はいはいはい、それで太鼓堂長保っていう名前を つけてくれて。でも意外とね、使いやすいんですよ、これで。それでこの楕円じゃなくてここが切れてることによってなんかこう締まりがあるというか、うん、すごくいいんですよね、これが。で私この鉢結構好きなんですよ。鉢もいいんですけど、木もね、はい、こうやっぱ見ちゃいますよね、はいはい、木はどっちかの本当は木をやるために鉢作り始めたんだから。すごいですよ、これ。サイズ感がわからないかもしれない、ね、サイズ感がわからない。手を手が指が結構太いんだね。そうなんですよ、私いつも言われるんだよ、それは。すごいですね、この太くて短い人は器用だね。
そうかな、そうなんですか、そうかね、うん、長くて細いで、私は自分の指をね、納得させて これは最近にしてはまあ最高の最高の出来の木ですよね。すごいぞ、はい、これ自分で取り木した木ですね、これは。で、これも自分の鉢ですね。まさにして大きい鉢だよね。そうですね、どっちかというと、まあでも、日焼けの場合はね、ちょっと大きめに作るんですよ。どうしても、こういうものを入れる木ですからね。だからこれなんかも。これもすごいですよ。ね、これもかなりの一品だと思いますね、本当に。こういうのを作る技術もあって、鉢も一級品。まあ、一級品というか、自分では言えないですけどね。いやいやいや。輪郭といってね。花の形をしたこういう鉢も作ります、はいはい、いろんなもの作るんですよ、私は。鉢作りします？作ってもらいます、ね、あ、いいです、いいですよ。私が大体使ってる道具の大体一覧、これが、自作されてる。そうです、全部自作です。これまあ削りですよね、この辺は。はいはいはい、コンパスを。コンパスも使います。これ便利なんですよ。でこういうものはね、全部これカッターの刃ですよ、これ。はいはいはい、これもカッターの刃でもすごい使いやすい。で、こういうものを作っといてね、これで六角、これで八角の鉢ができるんです。これで、ああ細かい穴が開いてます、ね、はいはい、穴が開いてます。だからそのこの線の上で折って、こうやって押すと六角ができたんですよ。へえ、後でやってみますね、これもね、はい、こんなのもね、ちゃんとした道具なんですよ。これで結構便利なんですよ、これでも。何だろう使い方は後で私が説明します。はい、はい、これでも貴重映像です。いや、かなり貴重映像だと思います。今までありますこれ動画で。いや、多分ないと思いますね。これもすごい便利なんです。これがないと私の鉢はできません。こうしてちょうどいい状態、粘土が硬くなった時に発泡スチロールとかなんかに入れて、はい、それ以上硬くならないようにしておくんです、これ、はい、まずね、この鉢はね、太鼓堂長法を作ろうと思っています。さっきの太鼓堂長法ね、はいはい、それにはね、これが必要なんですよ、はい、これでね、この、ま、周りで合わせるんです。で、この 穴でこの形を作るにはね、これがないとできないんですよ、うん、これに合わせて、これ道具ってね、これ、はい、これスパッと切るのはね、すごいうまくいかないんですよ。必ずこうやってね、手でここの手で止める。へー、そうしないと使いづらいんですね。あの、手切れそうだけど、手はまず切れません。これ必ずこうやって当たります。はい、今度はこの線をつないでいくんです、これで。少しぐらい雑にやっといても後でね、鳴らすから。カッターの先端が刃になってるんですか？そうです、そうです。だから普通は ここが刃なんですよ、はい、これを潰しちゃってあるんです。へー、それでこっちを刃にしてるんです。削って、はい、はい、これがすごい使いやすいんですね。これ狂ってる、ここじゃねえな、間違えてるかもしれないちょっと上がってますね点を打ち間違えた。そう、点を打ち間違えてると思う、多分。もう長年やってるとね、分かるんですぐね。目検討でね、ほとんど分かっちゃう。やっぱりここで合うのか、合うのか、大丈夫です。合ってたんだ。やっぱり合ってたんだ。そしたらね、これもね、またすごい便利なんですよ。あの、ヤスリなんです。紙ヤスリのところに売ってるやつでね、穴が開いてて、あの、これ目が詰まったりしてくるから、洗うとまた再生できるんですよ。すごい便利、これ。詰まるでしょ、洗うとすぐ落っこちてね、また再生できる。これが原型ですね、はい、そしたらこの外円にしますんで、こういうのが必要なんです。コンパスで線を引きます。はあ、そうやって使うと。はいはい。だから大工さんが使うのにもこういう道具がありますよね、ヘビキっていうね。で、この下を取っていきます。迷いがね、工程はね、どんな形作るんでも全部同じだから、そんなに迷うことないんですよ。そしたらこの下をね、切ります。かなりこれ力に当たってるんだけど、手は切ったことないですね。私の手切れないんだね真似したら人は切れちゃうんですか？普通の人だったら切れちゃうかもわかんない。そしたら今度はこれが必要なんですよ、はい、これで 高さをこのトース管ですから、この針で高さを決めます。鉢の高さ。
で、これを平らにします。そしたらね、この下にも針がついてるんですよ。この下に針が、はい、この針でね、この鉢のこの角度、これを決めます。で、それにはこの棒が必要なんですよ、うん、この棒にピタッとくっつけないと。なるほど、うん、そうすることによって同じことができるんですね。そして今度はこれを取ります。今はね、大体3時ごろ起きてね、作り始めるんですよ。朝の朝の朝の3時に起きてるんです。そう、早いですね。すごい集中できていいですよ。でもご飯食べてから、朝ご飯食べてから2時間ぐらい寝ますけどね、その感じね。そうするとね、1日のあれがすごくいいんですよ。でさっきと同じことをね、繰り返します。これそうすると今度はきれいに仕上がりますんで、初めはね、雑にしといてもいいんですよ。でこれできれいに仕上げていきます。難しい、多分初めてやったらできない。このスピードじゃ絶対まだ最初の1段階目ですね、多分でしょ。この筋が消えるまでこういきます。この筋が消えるまでは、この筋っていうのは上の線、このさっき線ですね、線ですね、はい、この線が切れるまでしっかりこうして持っていくと、そうすると大体平らにきれいにいきますよね、はい。そうするとね、あとこれも必要な、これがいいんですよ。スポンジにね、あれがついてるのね、ヤスリがついてるの。売ってるんですか？これも売ってます。これもね、便利なんですよ。これも何回でも洗って使います、これ。これはね、鉄のこの刃なんですね。鉄を切るの、ゴギリの刃。それを折って刃をつけたもんですね、これは。これで、大体きれいに、下の線に沿って、今度はこれがまた便利なんです。きれいにならしていきます。これでそしたらまたね、これでもう少しきれいにします。これで大体 OK ですね。そしたら今度は 足の削り出しに入ります。そしてこれで足の高さを、中に入れます。そしたら今度はこれを取っていきます。これが足の高さですね。足の高さ、うん、足を削り出す。そうです、ここから足を削り出していきます。なんかピタッて止まるような線のところ。本当ですね。通らない、大丈夫で、そんなの止まるって。これ以上先切るって言ったらさ、相当力がいるんだ。でね、この刃っていうのもね、これはこういうのは片刃ですよね。こういうのは両刃ですよね。使い道があるんですよ、やっぱりね。片刃と両方の刃っていうのは、こういう時やるにはね、この刃がすごい便利なんですよ。中に食い込んでいくから。ああ、片刃だ。うん。そしたらこの角を取ります。同じように取れるじゃん。難しいよ。難しいですよね。この道具だけですね、買ったものはね、ほとんど。これはね、結構便利なんですよ。もうだって鉢だって相当量を数作ってますからね。それはこのくらいできなきゃおかしいでしょ。でこれを平らにするためにこの角を使って、はい、ほら、ちょっと綺麗になっちゃうでしょ、うん、そしたらまたこれを使います。とにかく幅を決めるときにはこれが一番便利なんです。
の深さが今は感覚ですよね。感覚です。でもね、測ってないよね、深さは。でも最後には測りました、ちゃんと。これも。これ今は荒掘りです。荒掘り。うん。いろいろね、考えるんですよ、これでも。どういうふうがうまくいくのかなとかね。そしたらさっきのね、これが大事なんですよ。これが大事。これほら、細く削ってあるんですよ。で、これで合わせてこう、傷つけます。これで深さが。これで深さ。均一になる。均一になる。なるほど。で、この、今のか、ね、この、あれ下のこれが消えると、同じ深さと。同じ深さになる。うん、だからそれはほら、ネジだから調整できる。うん、そうするとこれで理論上は平らなんですよ。もうね、手が定規になっちゃってですね、ほとんどね。これでほとんど OK ですね。そしたらこれで私はね、穴を開けます。穴、ここで穴を開けて、ちょっと格好をつけて二重落下にします。これ二重落下、かっこいいでしょ、ちょっと。ああ。そしたら今度中を削ります。やっぱりこれも幅を決めるのはこれないとできない、うん、これがないと一人じゃできない。家帰ったらもう忘れちゃって今度からこの動画を見て、うん、やっていきますね。これの通りにやればいい。そうそう、それは何すか、このヘラみたいな。これ作ったの、うん、これもあの鉄の子の刃と刃ちょっとカッコつけて作っただけ。これがで、こういう丸いのもね、すごい便利なんですよ。こういう角なんかね、ちょっとこう平らなもんではなかなか削れないものをね、この丸いやつだと簡単に削れるんですね。これ厚さを均一にしなきゃいけないですもんね。そうですね。もうでもね、これももう長年の勘というかやってればもうほとんどピタッといっちゃいますね。いやいや、動画を公開したとしてもなかなか真似できないですね。多分なかなか無理かもしれないですね。でもかなり道具なんか作れるとすればかなり楽になると思いますよ、鉢作るのは。鉢、ね、ええ、作りたいと思っている人だと紙動画なんじゃないですか、これ。ねえ、ね、方法がね、なかなか分かんないですからね。手びねりぐらいしか思いつかないですね。で、この鉢の底の厚さは裏をこう見ながらね、これ穴でね、見えるから。あ、厚さが、そうそう、とね、小さい盆栽やってるんで赤玉土が一つでもね余計入るぐらいのつもりでやるんですよ。そうしないとね、みんな喜んでくれないですね、やっぱし。だからなるべく薄くしますね。割れにくいわって話じゃないですか。それコツみたいなのですか、割れ作ってる時に、凍って割れたりとか。うん、それは焼き方ですね、多分。焼き方なんですね。うん、焼き甘いと割れます。焼き甘いとこの粘土の中に水が入るんですよ、はいはい。そうすると、その水が膨張すると割れちゃうんですね。それだから高温で焼いてあれば水が入ることはほとんどないんで、それでもね、たまには割れますね。まるっきり割れないってことはないですね。あと粘土によっても違うんですね。高温で焼いても完全に焼き締まらない粘土ってあるんですよ。そういう粘土使ってると多分割れちゃうと思いますね。でも焼き物ってのはね、形作るだけじゃないんですよ。焼いてなんぼの世界ですから、いくら形よく作ってもね、うまく焼けなかったらもう全然もう精神になんないですからね。だから難しいですね、そこら辺がね。で、鉢ってまた特別じゃないですか。合うとか合わないとかってあるでしょ。そうですね、木にとしてもね、植えるもんだから色も難しいんですよね、なかなかね。これ内縁を作ります。こうやって要するにこれで引き受けですよね。これになるとね、使いやすいんですね。でも結構いろんな人にね、この道具とかなんか教えてますよ、俺。
いろんな人に。ここにあるとほとんどこうやってみるとね、厚さが大体同じなんですよ、もうね。何回かもういくつも作ってるから大体同じにできちゃうね。それでちょっと厚いところがあったらもう一回削る。触ってごらん。いいっすか。うん、厚み全部全部ほとんど同じでしょ。本当だ。すごい綺麗だしね、こういう風になるの、これ面取りします。これで今度足を、これでもうあと足を削り出して終わり、はい、これが定規になってるんですよ、私は。でこの鉢の場合はね、この真ん中をね膨らませるの、なんかかっこいいんだよね。絶対これ全部目剣と適当です。でもそんなに狂ってないよね。今真ん中すりつけなかったよね、うん、つけなくても真ん中いくんだね、大体、うん、真ん中いきますね。なるほど。これで大体30分ぐらい。そうですね、そうですね、ちょうど30分ぐらいです。すごいよね。大体こんなところですね。ちょっと面取りね、これで終わりですね。これでちょっとこうぐらつくようでしたら、ちょっとこうやってやってね、これで OK。 すごい。これでこの後焼くと。そうです、これで素焼きして色をつける。で、あのちょっとあの赤い色、これ、うん、それ、はい、これを やるんだったらば、これと、はい、これ粘土入ってます、この中に。ケーキのあれみたいな。そういう方です、そういう方です。へー、そういう、それでつけてるんですね。そう、だからね、うまくいかないんで、なかなか。でもちょっと富士山でもやろうかなと思うと、なかなかうまく出ないんですよ、それが。出すぎちゃうしな。なるほどね。あんまりね、でかい穴開けるわけにいかねえんで。こんな風にやると、富士山に少しでも見えるかなと。これね。そんな感じになる。あとはね、ちょっとしたこういう模様になるかな、ちょっと面白いみたいね。これでもう取れないんですよ、これで。同じ粘土。同じ粘土でなくても大丈夫だね。これは同じ。これは同じかもしれない。ね、色。うん、ね、白のね、白化粧土でもいいのかな。だから大丈夫ですよ。変えても面白いと。そうですね。うん、これはだから変わってるんですよ。ね、これ白だよね。うん、これは白。うん、これ使ってるんです。これ粘土が茶色だから。うん、ちょっと鉢作りあんまり分かってないんですけど、この後素焼きします。一回焼きます。色を塗っても早く。そうです。絵を描く場合は素焼きをして、下絵を描いて、うん、透明、うん、透明釉薬をかけて一回焼いて、OK ね、その上からね、また絵描いてね。そう。余計なのにも。こういう感じになりますよ。こういう感じになりますよって。手がね。そうですね。できそうですか。いや、ちょっと不安ですね。自信がない。やってみます。実際ね、こういうのも作ってみたいでしょ。やってみないと。うん、掘り抜きはね、掘り出しはやりたいなと思ってますよね。なるほど。うん、自分がやってるのは型が石膏で型作って、うん、それを輪切りにして。うん、そうすると、でも同じものしかできない、ね、そうなんですよ。だから面白くない。ただまあ、厚さ変えるとテープで最終的にひねるから、そこでちょっと変わるんですけどね。これはね、あれなんですよ、ワイパー、車のワイパーでしょ、はいはい、ワイパーのとこに入ってる針金というか、金具なんですよ。ピンとこない来ないですよ。ちょっと待って。あ、これがワイパーの中にこれが2本ずつ入ってるんですね、こういう針がね。それでこれを短く切って、それでこれに刃をつけます。ここで刃になってますから、これ刃は自分で削って、これは自分で削ります。多分普通の人なかなかこれができないんじゃないかと思うんだよ。できない。何で削るんですか。こういう道具。ああ、こういうの。包丁研ぎ用の刃物研ぐやつ。これ簡単に曲がるんですよ、曲げるのは折れないからね。いろんな形ができる。で、結構硬いからそんなに減らないしね。これは便利ですね。これを見つけたっていうのが私の鉢作りの中で最大のあれですね。どこで売ってるんですか、これ。いやいや、スタンドとかどう行くと、あのくれますよ、こんなのは。くださいっていう。ワイパーの進化。うん、うん、こんなの捨てるもんだから、くれますよ。
というわけで今日は鉢作りを教えていただきました、はい、これから盆栽鉢作っていく人たちに向けてのなんかメッセージとかもしあれば。自分の好きなことやることですね。いいですね、うん、私はそう思っています。鉢というのはもうこういう形とかこんな形がいいとかっていうのはないんですよ、ほとんど、うん、要するに 木を植えて成り立つもんですから、はい、その木に合わせる器ですからね。だからどんなんでもいいんですよ。どんなん作ってもね、うん、その合う木があるんですよ。どこ必ずこう使えると思うんですよね。だからこういう正確なものがいいか崩れた鉢がいいか、それは自由なんですよね。だからあんまりこだわらずに自分で好きなものをやった方がいいと思いますね。ありがとうございます。はい、小野さんから一言。ですか。しかし早いんでね。そうですね。真似できないです、なかなか。ちなみにこの鉢はどこで購入できるのかな。大野さんぐらいじゃない、ここら辺だと。うちではね、国風の立春盆栽おうちとかでもあれしてますけど、今度常設に置いてみようかな。ちっちゃいんでね、盗難が危ないからと思って今までは置いてなかったんですけど、だいぶ常設売店もカメラを駆使しておりまして、なるほど、防犯対策、良くなったんで、なるほど、鉢のコーナーに置いてみようと思います。あとはここら辺だと松岡さん盆栽村に少しあるかなぐらいですね。松岡さん、川口盆栽、あそこにもあるんですか。あと他には多分ないと思いますね。私あんまり売ったりしないからセールスもしませんし、飛躍会の展示会の時には出します。そうですよね。そういう時に大量に出るよね。大量に出ますよ。じゃあ皆さんそういうタイミングを見て購入していただくか、大野さん買ってください。ということですね。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ普通に投げちゃう。全部教えてもらえるんです。もう本当に秘密基地みたいな。秘密基地です。撮影場所大丈夫、気をつけてください。鉢はもうそこら中にゴロゴロしてます。怖いな。でも大丈夫、大丈夫です。これで、すげえ。石があるし、いいなすごいよ、新作いいね。これいいね。これいいですね。こちら、何盆栽置き場。もうほら冬ごもりしてるから。すごいな。こんなんだって、ちゃんと実ができてますね。実がなってなるんです。いいですね。いいでしょ。楽しいんですよ。楽しいですよ。